はい、ということで皆さんお疲れ様です、今日は2023年12月10日あ日曜日でございますけども、今年もあと残りわずかとなりましたが皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はね、朝はちょっと霧が深くてね、やっと、霧が晴れてきたんですけども、ちょっと今日は久々な DIY 動画ということでやってまいりたいと思います。ということでね、今日も張り切ってまいりましょう。それでは今日も元気いっぱいチゲサイ。はい、ということでね、ここはねいつも母ちゃんが出荷調整を行っておりますね、出荷調整する仕事場でございますが、今日はですねここに棚をちょっと一つつけようかなと思ってます。で、まあこうやって棚をいろいろつけとるんですけども、これね実はもうペライチで中は発泡スチロールでスカスカなんでね、これあんまり強度がないんでね、ほとんどこれ物は置かないようにしとるんですけども、でこっちはね、まあ、割と頑丈に下地の木を、ね、下地をつけてそれに打ち込んでしっかりとした棚をね、これこの小屋ができた時に作ったわけですが、壁紙も貼って ね、こうやって鏡なんかもつけちゃったりなんかして、割とねこうやってこんなところもこだわって削ってねやってみたりなんかしとるわけですが、この棚もね割このどういうんですか、このステイが見えないようにね、こうやって見えにくいやつをねこうつけて、ちょっとパッと見ね、あれどうやって棚がついとるんかなみたいな感じのやつもやってみたりなんかしとるわけでございますが、今日はねここへちょっとしたこれペンやらね伝票置いとる、これマグネットなんですけども、これがねちょっとよく落ちるんで、これをやめてねちょっとしたものを、まあペンとか伝票とかちょっとしたものをちょっとここへ置くだけのもの、ほんと幅の狭いものでいいんで、ここへつけていこうと思います。それではやってまいりましょう。あ、それとですねこの、出荷用のね、出荷用に箱に詰めたものを、こういったこのコロ付きの台にね置くわけですが、ちょっとこの台が足りないので、もう何台か作っていきたいと思います。
で、これをここへ置き、まあ、あれ入らんで、あれちょっと、勘違いしとったか。はい、こんな感じでね、ここ手前にね、こう、まあ、例えば置いても落ちないようにちょっとこんだけのものを隠し釘でね打って、ここをこういう風に留めました。はい、ちゅうことで、外はすっかり暗くなりましたが、まあなんやかんやちょっとしたことでもね、途中でいらん用事が入ったりなんして、結局今日もねこれとこれつけて、この台車1台 DIY はそんな結果となりました。まあでもなんかこうね、この色を結構気に入っとるんですよ。なかなかいい色になったんじゃないかなと思います。母ちゃんが好きそうな色でね、お気に入りです。母ちゃんも気に入ってくれるんじゃないかなというふうに思っておりますが、そんなこんなで今日の DIY 動画終わりたいと思います。ということで今日はこの辺で終わりにしておきましょう。それでは皆さん、また明日、ハッピーチゲサイ。もうすぐクリスマスじゃ。